電子レンジマンの動画。どうも、電子レンジマンです。先日動画で買うと言っていた CIO の USB 充電器を買ってみたぞ。お、久々の充電器ですね。部屋に10個くらい転がってるのにまだ買い足すのかって感じだけど。とりあえず開封してちょっと使ってみました。ちなみに今回は Amazon アウトレット品を購入です。安いからね。Amazon アウトレットってどんなのなんでしたっけ？基本的には箱が破れたり折れたりしてるやつですが、最近は普通に中古品も混ざってるっぽい。この前カメラのレンズ買った時は普通に中身も中古品でした。あるいは中古品として売りに出されてたやつを Amazon がミスって落とすとかしてアウトレット買い取りになったのかも。で、今回の充電器はどうでしたか？未開封だけど箱がちょっと汚れてるという王道パターンでしたね。未開封なら良かったですね。箱なんてどうせ捨てるし。後から売るような高い家電ならともかく、充電器は別に箱いらないですからね。とりあえず箱眺めておきましょうか。ノバポートトリオの 65W というモデルでございます。 CIO 製の充電器、家電量販店などでも取り扱ってますよ。しぼ加工で傷がつきにくいらしい。充電器って結構擦り傷つきますよね、普通は。開封して外観を眺めていこう。というわけで開封。付属品は説明系の紙のみです。こちらが本体になります。非常にシンプルかつコンタクトです。比較対象がないとわからんぞ。今まで使っていたアンカーの 65W 対応充電器と比べてみた。充電のパワーは同じで、端子が増えてるのに横幅が小さくなってるのか。端子は USB-C が2ポートと、通常の USB 端子が1ポートあります。USB-C は1ポートだけ使うなら 65W 対応ですが、2個以上充電するときは一番上に一番電力必要なやつを挿す必要があるみたい。ちょっとごちゃごちゃした仕様ですね。ポート数が多いといろいろ難しいんでしょうか。他社製品もこんな感じのやつあるので、そうなんでしょうね。どうですかこの端子が詰まった感じ。お、やっぱりポート数が多いのは良いですね。何台かまとめて充電できるわけだし、その上で幅もほぼ変わらない感じですね。プラグはもちろん折りたたみ可能。携帯中に端子で他の機器を傷つける心配なし。裏には出力とかに関する情報も記載。PSE マークもありますね。というわけでね、ノバポートトリオを使ってみましたよ。今特に機器が立て込んでないので、まず1ポートでになりますけども。今回は、Galaxy S23 Ultra を残量 5% のところから充電してみました。充電開始。超急速充電になっております。完了まで72分かかるみたい。最速で充電するには、超急速充電の 2.0 になる必要があるんですよね。こいつ3から 11V 5 A の TPS 出力対応で、多分使用上は問題ないはずですが、あれかな？ダイソーの110円の USB-C ケーブル使ってたせいかもしれません。ちゃんと最大出力対応のケーブルを用意しないとダメでしょう。検証するなら。この後別のケーブルも試してみましたが、ユーグリーンの 60W 対応ケーブルも 2.0 は無理でした。なんか相性悪いのかね。結局72分では充電終わってませんね。そして、20分くらい誤差が生じてるっぽい。90分程度で 100% になりました。割とかかったような気もする。まあ今回バッテリー残量 5% というギリギリのとこから始めたので、こんなもんかな。前の充電器だと残量 20% くらいのところからなら1時間ちょいで充電できましたよね。とりあえず今後もしばらく使ってみて、またどっかで感想を言います。あと、1点気になったのが充電開始時の挙動。なんか充電始まったと思ったら一瞬止まったりするんですよね。不良品では？30秒くらいで安定して充電が開始されるので、もしかしたら複数ポートある関係で何らかの調整が挟まってるのかな。手持ちの他の他ポート充電器でも、同じ挙動が発生してます。なんとも言えない感じですね。とまあそんなわけで、今回は CIO のノバポートトリオという充電器を買ってみました。もうしばらく自宅で検証して、問題なさそうだったら持ち運び用の充電器は今後こいつになります。とりあえず手持ちのノートパソコンも充電できてるし、いけるんじゃないかな。そんなわけでこのチャンネルでは、ガジェットレビューなどやっております。チャンネル登録や評価、コメントなどぜひお願いします。じゃあ、また見てくれよな。バイビー。